ぱりなのです。いくら考えても私は早く理想の関係になってもっとマスターの役に立ちたいのに。おお、ニュースで見た顔がいると思えばお前タイプ X だろ。ってことはそっちにいるのは噂のマスター様か。いかにもひ…な、何なのですかあなたは。マスターはひよこではありません。引っ込んでな。いくらレアだろうが AI なんぞ似合わねえ。俺様が会いたかったのはそっちのひよっこよ。いや、それよりチートマスター様って呼んだ方がいいか。聞いたぜ。お前ログイン初日に大会に出、そしてだ、ワープゲートでうっかり飛んだ先が、お前は迷わずマスター登録、上位ランカーの鼻先からそいつをかすめ取ったってわけだ。しかもその時上位ランカーから撃たれたのになぜか狙撃は外れ、あんたは無傷。ふざけんな、出来すぎだろ。何がリアルラックだよ、なわけあるか。ち、ひどい言いがかりな。俺はお前のマスターと喋ってるんだよ。大体なんだお前その喋り、他のアファシスじゃ聞いたことないぜ。バグでもあるんじゃないか。ち、ああ違います。マスターはチートなんてしてないし、勝手にマスターのことを悪者って決めつけて、ちゃんとあなたなんか何も分かってないのです。なんでお前こそ何が分かるってんだ。分かります、マスターはすごいのです。ズルはしないし優しいし、それにとても努力家なのです。今強いのだってずっとずっと頑張って強い、それに私にお小遣いだってくれるのです。パーツだって探してくれるのです。悪いことなんて、悪いことなんて絶対。 おい、アファシスってプレイヤーにバカとか言っていいのか。なんだよ AI の接しやがって。悪いのです。いや、そりゃでもよ。わかった、そのなんだ、悪かったな。あば、失礼な人だ、マスター。あ、それで気がついたら急に言葉が溢れて、セリスカの言ってたこと、ようやく。マスターはずっと私のマス、クラインとタイプ B やセリスカとデイジーのやり、私とマスターは私とマスターのままでいていいんですね。遠回りしちゃってごめんなさいマスター。でももう大丈夫なのです。ずっと一緒なのですマスター。あ、そうだマスター、せっかくいろいろ試したんだから今後に生かしたいのです。だからマスターが言ってくれればいつでもご主人様って呼んであげるのです。あ、それともご要望にはお答えできます。あ、マスター、どこに行くの。ずっと一緒なんだから私を置いていっちゃダメ。